リオ機能を体験していただくためにプリインストールしてある人工呼吸器の離脱シナリオを実行してみましょう。ジマーを起動して人工呼吸シナリオボタンをクリックしてください。シナリオの読み込みボタンをクリックして離脱シナリオを選択してください。シナリオの実行をクリックするとシミュレーション開始です。これからスタートボタンを押してください。のシミュレーションを開始します。呼吸数を 10bpm、 サポート圧を 10cm H2O、 ピーク圧を 5cm H2O に設定して換気をスタートしてください。自発覚醒トライアルを開始します。鎮静薬の投与を終了します。ラスがマイナス1から0であることを確認しました。サットが成功しました。続いて自発呼吸トライアルに移行します。 CPAP モードに変更し、離脱困難である場合補助換気を再開してください。CPAP 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 にモードを変更してください。患者の状態の改善を見ながらピークを 0cmH2O まで下げていきます。ピークを 4cmH2O まで下げてください。ピークを 3cmH2O まで下げてください。ピークを 0cmH2O まで下げてください。患者の状態の改善を確認しました。抜管します。お疲れ様でした。